だって私にも喧嘩売ったわけだよね。喧嘩売ってるわけでしょ。誰がそう。いやこの人たちはさ、喧嘩売ってるわけだよ本当に。喧嘩じゃないよ。いや喧嘩売ってるじゃん。だってあなた、だって僕はだってあなたさお話じゃないんです。お話じゃないです。あなた逮捕してるわけだよね。逮捕してない。逮捕してじゃあ行かせてください。はい行きます。いや行かない。やだこれあれですよ。このままだって。いやだから逮捕したよね。落ち着いてください。いや落ち着かない。落ち着かない。落ち着いて。じゃもう帰ります。あちょっと危ない危ない。入ります。こっちから出れない、出れない、出れないから。こっちから出れない。なんでね、トイレ行くんだよ、あんた。トイレ行かせないんじゃない？あ、トイレ行かせないんだよ、あるから。まあまあまあ、一回行きます。いや、なんでですか、それはないよ。だって今、事案の当事者になってんだよ。いや、当事者は知らないよ。僕は悪いことした覚えはない。ない。あなたたちは、ね、あなたたちがそういうふうにやってるんだと、それはあれだよ。だから、迷惑してる方が。いや、じゃあ、あなたが迷惑してるんですよ。私が迷惑してるんですよ。ね、はい、だから分かってるから、それは嫌がらせだから。迷惑してる人がいるんで。いやいや、迷惑はあなた、それはだから、じゃあ反対側の迷惑した人の名前言ってくださいよ。どちらの方？いや、だから何て人ですか。名前言ってください。いや、名前知らない。知らないんだったら、どうして分からないんですか。知ってたとしても言えないです。あ、そうですか。滞在時間は午後8時45分となっております。ワーチングの内容を聞いてください。何時ぐらい来られるんですか、ここ。本日も、茅ヶ崎市、奥田監視員の方から注意をされて、注意してないですよ。されて、いや、してないですよ、私は。注意されて、いや、されてもいないです。されてないですか。はい。でも見て言ってます。いや、それだから嘘だよ。嘘つく必要はありますか。あるでしょ。だって私はあれですから、茅ヶ崎市長に睨まれてますからね。なんかあるんですか。まだ知らないの。知らない。私茅ヶ崎市長候補ですから。あ、そうなんですか。そうだよ。失礼な話だよ。お話を聞かせてくれ。いや、だから僕は弁護士が来るまで話してません。あ、弁護士さん呼んでもらって。いや、今出てこないから。なんで？弁護士が来るまでは話してません。はい。で、ここ通さないのは違法行為だと思います。違法行為じゃなくて、もう通報されてるんですよ、あなたが対象で。いや、だからそれだろ、私だって証拠はどこにあるの？通報ですね。他にだって私たちだって世の中来ないですよ。通報なければ来ないですし。いや事件ですね。私あれですよ。今ね、茅ヶ崎市屋内温水プールにいるんですけど。茅ヶ崎。で、なんだっけ、YK522 という警察官から不当な扱いを受けてるんですよ。了解。今は。あ、いますね。YK522 と言ってますね。これですから出てきました。いや、よくわかんないです。ね、冤罪ですね、これ、明らかに。だから私は何の関係もないのに、勝手に、なんか、お前悪いことしたと言ってるわけです。弁護士が来る。いやいや、それは困りますよ。だって、でたらめを信じてますから、この人たちは。聴取をしない状況だぞ。いやいや、だからそうじゃなくて、だからいや他のところに警察官がね、いいですか、ね、私の自由を奪ってるわけですよ。何も悪いことしてないのに。だって、だからね、じゃあ逮捕、いやいや、そうじゃなくて、だって何でも逮捕しない。あなたはちょっと何て言う人ですか、名前は。で、トイレにも行かせてもらえませんからね。トイレに行かせてもらってないでしょ。いや、じゃあって行かせないじゃん。トイレも行かせないでしょ。じゃあここでしますよ、じゃあトイレ。あとは行かせないんですね。行かせないって一言も言ってないでしょ。いや、だって行かせないじゃん。そこでだって邪魔してるじゃん。邪魔してない。邪魔してる、嘘つくんじゃないよ、あんた。ダメだよ。言ってないです。え？いや、嘘だよ、だって今行こうとしたら妨害したじゃん。だってこっちが帰るって言ったじゃん。いや、帰るって当たり前ですよ。だって僕は何も悪いことしてないんですよ、あんた。だから帰る前にお話聞かせてください。いや、だから困るって言う。じゃあどういう法的根拠があるんですかって聞いたら、あんた警察法の事情だって言うから、なんて書いてあるんですかって言ったら分からない。言ってくださいよ。言わないでしょ。言えないんでしょ。言えますけど。じゃあ言ってくださいよ。はい、はい、はい、言ってください。警察法の事情言ってくださいよ。言えないんだよね。言えますよ。言えないんで、じゃあ言ってくださいよ、警察。いいですか、これ警察法2条だって言ってるわけですよ。そうですか、警察法です。いやいや、それであなたの名前なんて言ってたんですか。あなた担当は、あなた対応しないんですか、これ警察官の不当な対応に、違法行為に対して。はいはい、警察官の違法な行為に対してあなたは対応しないわけね。対応しないんですよ。もしもしなんですか。
だから警察官の違法な会話に対して対応しない。違法な対応じゃないですか。だって警察法2条って言ってんだったら、じゃあ2条言ってくださいって言えないんでしょ。言えますよ。いや言ってください。今電話した時聞こえます。いや早く言ってくださいよ。警察は新の生命、新の財産を呼び、犯罪の予防に任じ、交通の取り締まり。え交通の取り締まり。これは交通の取り締まりですか。全部公共の安全と。いやいや、もう一回最初から言ってください。じゃあ、聞きますから。あ、いや、言ってください。じゃあ、はい。はい、何ですか。何ですか。はい、言ってくださいよ。言ってください。はい。いやいやいや、話にならないよ。だって、この人法律知らないんだもん。この人話知らないんだもん。ねえ、法律知らないんですよ。法律知らない警察官ですよ。だって警察官、何ですか。二条ってな、何ですか。警察官の言わない。はい、言ってください。じゃあ、もう一回。警察法2条って何ですか。目の前にいるんでしたらお話ししてください。いやだから話したって話にならないでしょ。だってこの人警察法2条っての知らない、言えない、聞いてる。危険事故でこちら派遣する部署となります。いやいやいや、だってさ、だってそれだってさ、派遣した警察官がね、違法行為を行ってるってことはさ、これ大変な問題だよ。それに対してそれをさ、それをね、いいですか、電話でこれだけ訴えてるのに、あなたが対応しないで、じゃああなたお名前なんて言うんですかって言ったら、そうならないわけだよね。もしもし、はい、はい、私ですか。そうだよ、あなたのお名前で。私は110番センターの落合といいます。110番センターの落合さんっていうのは警察官、110番センターの落合さんね。じゃあ落合さんはあれですか、警察官が、警察官が法律を知らなくてもいいと、そういう お話ですね。目の前に警察官いるんですから。そうじゃなくて、じゃあ直接じゃなくて、だからこの警察官たちがね、間違ってるって言ってるわけですよ。だからだってさ、いいですか、私もね、元法務省にね、勤めてましたけど、ね、こういうね、法執行するというときには、ね、条文を言わなきゃいけないんだって上司に言われましたよ、私は。で、神奈川県警ってのはそういうことしてないわけですね。で、こうやって事業を拘束してるわけですよ。ね。で、もう何の証拠もないですよ。じゃあ証拠があるんだったらね、証拠出してください。何の証拠もないですよ。何の証拠もないですよ。で勝手にね、悪者に仕立て上げようとしているわけですよ。いいですか、これだけ喋ってるのに、あなたが取り合わないっていうのは、それは構わないですけど、そしたら知り合いの県議会議員に文句言いますから、いいですね。いいですか、あなたは、だってあなたはとんでもないじゃん、あなた。これだけ訴えてるわけですよ。警察官の不当なね、行為に対して私は文句を言っているのに、あなたは対応しなかったっていうことでよろしいんですね。目の前に警察官。いや、目の前の警察官は無知ですよ。だって聞いたって言わないわけだ。だからおかしいって言ってるわけですよ。もしもし、だから他の警察官をよこしてください。わかりました。ご要望はわかりました。じゃあ他の警察官が来るんですね。ご要望はわかりましたが、それは地元の署の判断になりますので。あ、地元の署ってのはどこですか。茅ヶ崎警察署があります。あ、そう、茅ヶ崎警察署の誰の判断ですか。ちょっとこちらではわかりませんが、え、現場に派遣した警察官とちょっとお話しして。いやいや、だからそれはだから無知だからできないって言ってるわけですよ。だって法律知らない、僕が聞いたって言っちゃなかなか言わないわけですよ。警察法第2条だって言ってるわけですよ。で、第2条は言えないんだもん。第2条が言えないんだったらさ、警察官にならないじゃん。だって法治国家だよ、あなた日本は。落合さん、あなたね、日本はね、法治国家だよ。で、それでさ、トイレにも行かせないでさ、ね、ここでさ閉じ込めてるわけだよね。いいですか。いやいや、よろしくお願いしますじゃなくて、おかしいって言ってるんですよ。また電話しますよ、それだったら。また電話しますよ、それだったら。起きるじゃん。話聞かせてくださいよ。さあ、話はしない。しない。しない。どうしてですか。黙秘権があります。黙秘権があります。やましいこと。黙秘権があります。いいですか。憲法に書いて、憲法は何条に書いてあるんですか。黙秘権。あ、知らないです。あ、そんなことも知らないで警察官やってるんですか。黙秘権を知らない。調べないと分からない。あ、いや、黙秘権を知らない。はいはい。で、YK522 黙秘権を知らない。はい、すみません、忘れしました。権を知らない。知らない。はい。で、知らない人がやってるわけ。これはもう話になる。ここです。はい。じゃあ、この事案で今回の、はい、あなたが大声を出したってことだよ。いや、大声を出したというのは、ね、だから何の基準でそう言ってるんですか。何の基準でそんなこと言ってる。大声っていうのは大声の定義があるわけですよ。ね。どんな定義。もしもし。
いや、今警察官に捕まってるんだよ。いや、知らないよ。冤罪だね、明らかに。まあ、佐藤市長の嫌がらせだな。ああ、まあ、だともかく、あれだよ、今年のね、11月にはまた茅ヶ崎市長選挙に出てさ、ね、もう佐藤市政をぶっ壊さないとどうしようもないよ。いや、わからないよ。だってさ、そんなこと言うよね、黙秘権がないって言ってんの、これ警察官は。YK。これね、話しないよね、できないよね、黙秘権知らないって。黙秘権ってのは何より書いてあるんですかって知らないって言ったね、いいですか、ね、でね、警察法第2条で捕まえてんだって言うんだよ。捕まえてるって言ったら、捕まえてる、現実に拘束してるからね。で、YK522 古谷さんって人、お話を、いやいや、話はしたくない、黙秘権があるからしたくないって言ってる。だから、それ以上はできない、それ以上はできない、あなた。それで、はい、そうですかって言われて、そうです、行く、行きます、行きます。だったら逮捕状取ってきてください。逮捕をするって言ったことが一回もない。いや、それだったら私ここから自由にいなくなりますから。でも、あなたがもう今回のトラブルの、いや、トラブルはないです。あります。だから、あなたが、じゃあ、あなた見たんですね、見たんですね、見たんです。証言があります。いやいや、証言って誰が証言してる。証言があります。あ、じゃあ証言っていうのは、じゃあ見せてください、はい、それは誰っていうのはあなたに言う。いや、だってそんなこと言ったって、それじゃあ全然法律とおかしいじゃん。おかしい。だって、そうです、刑事訴訟法の何条に書いてあるんですか、そんなの。だって今、証言があるってことはさ、証書になってるってことだよね、書面になってるんだよね。証言、いや、証言は証面になってなかったら証言とは言わないんですよ。証言っていいですか。証言というのは書面になってなければ法律に、だから私はね、いいですか、法務省の職員として、小さくて、今それを、え、今法務省じゃないですか。いや、今違う、今丸山と言いますね。いや、丸山、あんたね、丸山さんはね、だからあんた、私も逮捕してるんだから、どういう法律の、今回、いや、どういう法律に基づいてこういうことをしてるんですかって聞いたって。法律の活動です。だから警察は、だから何条だって聞いたら言えないじゃん。警察はもう第2条なんですか。第2条の何項なんですか。ちょっと聞いてるんですかね。いやいや、そうじゃない。聞かない。俺は黙秘権を貫く。大丈夫です。はい。口論があったってことで心配になってきたんで、あなたね、別に関係ないんですよね。関係ない。わかりました。はい。もう帰ってください。はい、帰っていいんじゃないですか。ちょっと今回ね、今回いろいろ話聞いた段階で、ね、いいですか、とんでもない話だよね、あなた。いいですか、これ確認しないといけないんで、これ、お話聞いて帰って。なんでそれ私だって分かるんですか。いや、違う、ね、あなた聞いて、あ、丸山です。丸山さんね、お話聞いて確認しないといけないので、ね、で今回ね、まあ口論、ね、いや、口論はない。何にもないですよ。何にもない、あなた話があると言ってる、それは嘘ついたわけだ。いや、誰が言ったんですか。それ言えないです。え、なんで言う。だって情報公開法で公開してもらえます。情報されて、それは言えないです、これで。そんなことない。ただ誰かって言えない。なんで誰かって言えない。じゃあ、それだったらね、誰か適当なやつが電話かけてさ、いや、あそこでなんか喧嘩が起きてるとか言ったらさ、行きます、ね、それでさ、それ知らないっていうわけ。それでも行って確認します。いや、どうやって確認する。確認するの仕事なんで。いやいや、確認で、どうやって確認するで、こうやってお話聞いてるじゃないですか。え、お話聞かせてもらってるじゃないですか。いや、だそんなこと考えない。だって長所にしなかったら意味ないんだよ。あなた知ってるか、あなた知らない。あの長所に、長所取らなかったら意味ないんだよ、はっきり言って。そうじゃないよ。知ってすぐ取れないじゃないですか。そんなことないよ、あんたすぐ取るよ、あんた、はい、あの法務省でここに習ったよ。そうなの。そうだ、あんた長所って、これ長所ってさ、あなた知らないの。あんた警察庁行ったらさ、書記官がいてさ、警察官がいてさ、長所取るじゃん。どういうことなんですか。だって仕事してたんだもん。何言ってんだ、ありがとうございます。何だ、法務省。法務省だってじゃん、俺は。すごいですね、法務省。いや、すごくないよ、別に。すごくない。すごくないけど、すごいって習ったよ、大学出て。初めて勤めた時さ、あんただって何かあって、いや、証言のじゃなくて、調書を取らなきゃいけないんだって。で、相手に調書取るときはさ、ちゃんと言うことが決まってんだ、あんた。わかる？それで、え？え？事務官。何？事務官。え？事務官。だって法務教官だもん、私。法務教官って、だから、あんたたちは何て言うのか知らないけど、うん、上司はだって国家公務員でしょ、だって。そうですね。え、そうです、ね、上司は。地方公務員だよ。え、地方公務員だよ。あの、え、人に。だってこれだとあれじゃないの、これ。これ、このバッジだったらあれじゃないの、なんか警視正じゃないの、これ。警視正じゃないですよ、これ。警視正、巡査、これ。あれ警視正、もっと色が違うって、もう見たことない、私。警視正、現場来ないです。現場来ないです。来るよ、あんた。何で違う。僕だって一緒に仕事したことあるよ、あんた。警視正と知り合いなんですか。だって警視正、だって警視正ってそうでしょ、これ、うん。あれ、一つ星って警視正じゃなかったっけ。あ、警視か。下っ端。警視。一番下っ端。え、だって一つ星って警視か警視正かどっちかだよね。色が多分違うんじゃない。私見たことないから。そんなことないけど、だって所長はだって警視正か警視でしょ。
私巡査の。いや違う違う、そうですね。茅ヶ崎警察署のさ、少なくともさ、署長とかさ、平塚の警察署の署長っていうのはさ、警視かさ、警視正かどっちかだよね。国家公務員だよね。そうそう。そうでしょ、国家公務員。国家公務員でしょ。どうどう。地方公務員じゃないから。え、地方公務員。私は地方公務員ですよ。巡査だから。え、巡査だから。あ、そうなの。そんな警視。え、だってこれ一つ星って、そうじゃ、こういう一つ星ってついて、この色のやつって警視じゃなかったっけ。警視だった。警視か警視正だった。警視じゃないですよ。あ、そうなの。初めて言われましたよ。なんで。だってみんな習うじゃん。いや、でも研修で習うじゃん、入ると。まあまあね、なるでしょ。あと何とかしますよ、警察学校とかで。でも警視は全然違うっすよね。え、いやいや、そんなことない。ちょっとじゃあ警視何個ですか。だってあれなんかさ、最初はだから色で変わりますよ。色が警視だからもう全部黄色になってくる。そうです。これ黄色じゃないの。これ違う、これ銀色。全部銀色。一番いっぱいある。あ、そうなの。うん。で、今回はちょっとね、お話、あのトラブル来て、私も確認しないといけないから、はあ、で確認させてもらったから、はあ、ね、だから今回ね、お話、はい、ありがとうございます。はい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 、ね、はい、はい、よし、気をつけてね。はい、よいしょ。これ